あ、もう小田さん、いい感じのやつ。あ、すごい。ほぼヘリオス。ガンダムほぼヘリオス。やだ、完成されてないみたい。どうした、直輔。あ、コージャスさん、この前知り合った男性が、この先友達付き合いをするのにありかなしかを考えてるんですよ。ありかなしか。はい、いつまでも子供心を忘れていない、とても素敵な人なんですけど。子供心を忘れてないっていいじゃないか。どんなやつなんだそいつはさ。どんな感じの人かっていうと、まあいつまでも自分の夢を追いかけていて、いいね、素晴らしいね、そのね、58歳でバイトをしながらお笑い芸人さんをやっているんですよ。で、部屋を片付けるのと朝起きるのが苦手で、甘いものが大好きだから夜ご飯がお菓子とかでも全然平気で、メールアドレスがいつまでも子供だぜアットマークなんですよ。なるほどなるほど。はい、こういう人なんですけど、ありですかね。はい、ないです。1.5リットル、1.5リットルレモンサワー。すげえ。どうも、始まりました。ゴージャス動画です。私がゴージャス、いやいや、頑張れ、行きまーす。そして、はい、直輔、いや、キャプテン高見、いきまーす。キャプテン高見。なしですか。実際の話。実際の話なわけないでしょうが。ないでしょうが。はい、ないです。オッケー。はい、オッケーちゃんです。おー、さっきまでいた気がしてました。オッケーちゃんです、よろしくお願いします。なんと CG でなんとかできるでしょう、はい、そうです、そうです。カットさせておきますね。パトリック・コーラ・サワーですね。そうです、パトリック・コーラ・サワーさんのお言葉を、はい、結構ね、はい、ないですってこう勢いよく言う言葉なんですね。へー、はい、あ、なるほどなるほど。嘘をつけない。そうなんですよ。いいですね。カティマニキンにハマったところ。はぁはぁはぁ。見てるだけ。ぜひ本編のチェックしていただきたいと思います。はい、さあ、ということで今回の点数からまずいただきましょう。ナスコさん、点数をお願いいたします。今回のお言葉劇場は、6229億点1点です。点一点です。点一点ってことは小数点。小数点。小数点。めんどくさいですよ。点一点。やめなさいよそれもう。ちょっと間違え。気にしてなさいよそれもう。何やってんのそれもう。おけちゃんもすごいいろいろ考えてくれるんですけど、もっとなんかいいイメージ持たせてください。すいません。そうですね、なんすか、まあ、本当にね、もう僕はなんすか女優業をねやってほしいから、本当にクリアな感じの、透明感がある女優にしてほしいんですよ。なるほど、じゃあちょっとこの次回の課題にしますね。透明感のある直輔さんを演じられるお言葉劇場。そういうことです。大丈夫ですか、なんかとっつきにくくなりませんか、大丈夫ですか。いやでもその時にあいつはあんなやつじゃなかったのよって言いたいの。昔から知ってると。全然違うのよ。ということで、はい、本日もですね、俺ガンプラを作れることで大人気のゲーム、はい、ガンダムブレイカーモバイルで遊びたいと思います。やだ。前回はね、はい、あのシミュレーターで40代、はい、20代のね、はい、あの違いというのをリアルでというね感じていただきました。素敵な番組でございますね。なぜかね、ガンダムブレイカーモバイルは老若男女全員が遊べるゲームですから、素晴らしいゲームでございます。そんなガンダムブレイカーモバイル、ついにバージョン 3.1 のアップデートが来ましたね。どうですかゴージャスさん、 3.1 やってみて。サクサクしてるね。サクサク。お菓子の感想みたいな。これ以上は言いませんけどもね。あれ言えない、これ以上言えない。まあちょっとね、事情がいろいろありましてね。事情がね、はい、時空が歪んでるせいでね、ちょっとまだいろいろ 3.1 の話を我々は言えないんですけども。そうなの。はい、時空が俺は言えるよ。俺は言えるよ。あ、言います。サクサクしてる。我々はですね、ちょっとまだそこの事件に到達しておりませんので、もう一つ最近のニュースとしてですね、最近ガンプレに関連したさまざまな
ね、あのゲーム以外の動きもございまして、例えばガンダムブレイカーバトローグですね、配信間近に迫っておりますし、うん、その前日が語られているガンダムガンブレイカーのストーリー16章17章にはですね、はい、ガンダムブレイカー3のミザも登場ということですね、はい、うんうん、いろいろな、ね、つながりが見られます、うん、そして何よりやっぱ前回のガンダムブレイカーあのビルド杯ですね、はい、やっぱゴージャさんがこれはちょっとバトログ2で出したいなんていう話もしたり、うんうんうん、この先のガンダムブレイカーシリーズのアニメとかがあった時に、はいはいはい、ちょっともう我々先手を打っていろいろと考えておいた方がいいんじゃないかと。確かにこれから配信されているね、うん、バトログにはもうちょっと間に合わないだろうと、うん、いうことでちょっと先手を打ってそうです、ね、こんな企画を考えてみました。もう出来上がってますから、ね、はい、そうだ、もう出来上がっちゃってると思うんで、はい、はい、うん、ということで今回の企画はこの先のガンダムブレイカーシリーズのガンプラを考えよう。これはね、はい、僕が深読みするとね、うん、完全に公式さんはね、うん、それをアニメに出そうとしてます、うん、エンドロール、はい、エンドロール出ます出ます、はい、あ、声、はい、声とかでも、はい、制作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 声も出してくるかな。がっつり食い込んでいきたい。これぐらいやらないと。俺こんな話を舞い込んでこないから。うん、そん期待してんですね。こっちもそれなりのものを出そうじゃないか。ああ、いいですね。そうですね。はい。うん、でこれはですね、お二人に、はい、ガンブレ内でですね、ガンプラを組み立てていただいて、うん、こんなかっこいい、こんな面白いガンプラ、これはもう絶対採用されるでしょっていうのをちょっと作っていただきたいと思います。はい。はい。もうどうですか、構想は浮かんでます。全くこれに携わって声も出演して、うん、そのまた次回作トントン拍子にして、そしてスピンオフ、はい、劇場版忙しくなるな浮かんでない割には夢のような未来が出てすごい浮かんできてますね。じゃあその夢のような未来に向けて、ね、かっこいい機体作っていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それではいきましょう。はい、はい、それではガンダムブレイカーシリーズに新しくこんなガンプラはいかがでしょうかという組み立てお願いいたします。はい、ビルドをやるのも久しぶりですね。配信そうなんです、ビルド企画も久しぶりですし、うん、はい、新しいパーツがたくさん手に入っておりますので、うん、うん、あ、でもお二人ともある程度の想像というか構想はありそうですね。当たり前だ当たり前だおっとじゃあ使われるぞ、うん、確実に使われるぞそうですね、うん、もう本当にこの先そういったオファーが来るかどうかこの回にかかってると思います。おお、これがプラモ化した時には結構な配当をもらえるぞ、うん、ウハウハですねダメだよそんなこと考えちゃう。勝ちっこの台にならないかなとかダメですよちょっと考えてんじゃないかやばい、福引券使って改造します。収録段階ではねまだ福引券改造できますからね。そうなんですよ、皆さん後悔してないですか、大丈夫ですか今のうちに皆さんって言いましたけど皆さんはもう多分終わっちゃってると思うので大丈夫でしょうか急にキャピタルに変わってませんかありえるな、見てほらドキッとしますよね、分かっててもドキッとしますよね。あ、キャピタルに交換されてるこれ見て見て見てですか。あ、もうゴージャさんいい感じのやつ。あ、すごい、ほぼヘリオスほぼヘリオス、ガンダムほぼヘリオスやだ、完成されてないみたい、はい、あれ、これでいいのか、これでいいんだよな。 B モードって書いてあるけど、それは、ね、ナイトユニコーンビーストモードですね。あ、いいのか、本当に変えますよで、合ってますちょっと待ってください。どのパーツ、どのパーツを変えそうじゃないかな、我々分からないですけど、山崎さん急に何か突きつけられましたけど一瞬伝心してるもんです多分ですけどコールドを立てるんですよね。そうそうそう、コールの立てはビーストモードで、これでいいですよね、確かそうですよね。よしよし、はい、おっと、山崎さん、山崎さん大分とだいぶんところはすごいクリエイティブな感じになってましたね、はい、違うんです、違うんですか、違うんです、ちょっとエンジンレールをカスタムしちゃうといつもこうなっちゃう大丈夫ですかなるほどあのあれは直輔さんが選んでくれたんですよね。あ、そうです、はい、そうです、そうですよね、ちゃんが、はい、
あのレシピをですね載せてくれてましたので、動画のコメント欄に載せてくれてましたので、でちょっと作らせていただきたいと思います。うんうん、ちょいガンダムちょいヘリオスになっちゃうな。ガンダムほぼヘリオスとガンダムちょいヘリオスが誕生するわけですね。そう、ちょっと俺の入ってんじゃないか。面白いでしょうね。あ、これ光ってんのか。あれあれ余裕もう終わったんすか。かわいい。2体作っちゃった。2体作った、すごい本気がすごい。もう一体作っちゃおうかな。すごい。だから3体目、うん、本当に考えてますちゃんと、うん、考えてるというかもうそこにあったんだな。お言葉っぽい。そこにあったんだよ。あ、ここもプラス、かわいい。やばい、ここに来て直輔さんがカラーにこだわり出しましたね。かわいい。ではお二人とも完成いたしましたので、じゃあ早速見せていただきましょう。うん、はい、ではまず直輔さんからお願いいたします。次回のガンダムブレイカーシリーズに出したいガンプラはこちら、はい、これです。ドドン。この子は爽やか、ガンダムリカバリーって言います。ガンダムリカバリー、ガンダムリカバリー、はい、戦うんじゃないんです。はい、周りであの回復したりとか、はい、コールで倒したりとか、はい、もう本当にサポーター型です。なるほど。そうなんです。完全なサポータータイプのガンプラ、はい、これは、はい、あのストーリーの水木ちゃんからインスパイアを得て、はい、あの戦えないんですよね。戦うのがちょっと怖いみたいな、うん、なのであのなんかガンプラを作るっていう風になっていくのかなっていう段階なんですけど、はい、なんかそういう戦うの怖いけど好きなんだけどなっていう、か弱い女の子に使ってほしい。使ってほしい。優しい、うん、優しいガンダム、はい、その色合いとして緑と黄色、うん、はい、そう緑はちょっと癒しで、うん、黄色は元気出してこうぜの色。なるほどなるほど。そうで、しかも全員の速度が 20% アップとか、はい、全員をあの底上げするというか、うん、でも本当サポートキーですね。そう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 、本をかけるという、これ素晴らしいんじゃないでしょうか。今までのガンダムの中にいなかったんじゃないでしょうか。おー、うん。小泉さん今回対決じゃないんで、はい、対決じゃないのこれ。そうですよ。対決じゃないの。はい、何癖つけようかな。さあではそれに対してゴージャスさん3体作っていただいたということで、はい、今度はゴージャスさんの見せていただきましょう。はい、はい、でまずゴージャスさんの1体目からお願いします。はい、先ほどのガンダムほぼヘリオスから色を変え、はい、ガンダムダークヘリオスです。出た、ガンダムダークヘリオス。闇落ちしちゃったの。闇落ちです。もう対する、あー、なるほど、なるほど、なるほど、ライバル的な感じの、ライバル的な影者で、ヘリオスに対する闇サイドのヘリオスみたいなのが現れたと。なるほど、これは本当にね、あのプラモデル作るのにもすごい楽だと思います。配送で変えればいい。、うん、なんでダークな考え方するんですか。なるほど。はい、ダークヘリオス、うんうん、そしてマシ、はい、次まして、あ、これは全く違う感じで作っていただきました、うん、グフタンクです。グフタンク。ガンタンクではなくグフタンク。やっぱね、はい、タンクものはやっぱり必要なんですよ、やっぱり。 あの一番ファースト世代は、うん、もうガンタンク大好きですから、うん、うん、したらやっぱりその世代を取り込むためにはどうするとか、グフタンクです。なんでこうタンクは分かりました。タンクは確かにかっこいいし、うん、峰欲しがる人もいるだろう、うんうんうん、グフにした理由は何でしょう、うんうん、ザクとは違うんだよ。それは違うでしょうね。グフだもん。そしてグフが配られたから。でもなんかこうやって、ね、合体させてみるとグフ似合いますね。似合いますね、似合いますね。確かに、あの羅刹天のこのバズーカもね、うん、鉄骨も入れて、うんうん、もうヘリオスを追い詰めるんじゃないかな。そんな強い人なんですか。いい感じにね、はい、ヘリオスいい戦いするんじゃないかな。なんかいっぱいいるイメージですけどね、うん、これ量産型じゃない。量産型、そういうあナムハンとかビルトじゃない。これはこれ、量産型グフタンクなんかじゃないですね。一体だけのグフタンク。そうかそうか。そして、はい、もう一体作っていただいたということで。も
もう一つは僕がただ普通に本当に好きなやつ、はい、僕がまあ本当に毎回やってますけども毎回やってる、はい、背中にみかみかしいもの、これはそうだそうだ毎回やってるわ。これは僕はいつもこうしてるんです、はい、これはやっぱりそのねサナをね、うん、主人公とサナの関係の間に割ってくる女性キャラクターにこうね、うん、はい、乗ってもらいたいですね。おお、どんな技出すんですか。なるほど、どんな技出すんですか。まあじゃあ後ろのあれですかね。はい。うん。どんな技出すんですか。そこまで考えてないです。そういうもんじゃないんですか。俺もね、僕たちはビルドを考える技はもうあっちのもっと偉い人が考えてる。それだとあれですよ、コンテストじゃないですか。コンテストですよ。コンテストですか。確かに、ここで技考えてくれたらなってなっちゃう可能性ありますから、うん、やっぱ技も考えてもらわないと。じゃあいつものビームリボンと後ろのこの、はい、ね、はい、あれですよ、うんうん、やっぱビームリボンですね、やっぱね。それはそうですよ、そっかそっか、はい、ちなみにこれ名前は何にします、うん、ノーベルガンダムあれいる考えてないそこまでは。マーク2みたいな見たいものを作っただけだろそれはビルドコンテストになっちゃいますよ。ビルドコンテストから選ばれたでいいじゃん。まあまあまあですけど、今回はね、うん、今後の作品に出れるような、なんかいい期待をっていう、うん、いい期待だろこれは反対も考えたらいいよ。大体薄くていいんだ、はい、いつも考えてんだこっちは。言い切っていただきました。あんた一つだろ、はい、言ってんじゃないよえ、でもこれはそれぞれですね、素晴らしいアイデアだと思いますので、ぜひ、はい、ぜひこの先のガンダムブレイカーシリーズの方でですね、はい、ちょっとでも考えていただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、でまずは皆さんね、はい、10月に配信されますガンダムブレイカーバトログね、はい、楽しみにしていただきたいと思います。はい、楽しみ、僕も楽しみでございます、うん、今日のミッションクリエイト、イエーイ、あなたが考えたミッションクリエイト、私たちが攻略しようじゃありませんか。よっしゃ、おげちゃん、はい、よろしくお願いいたします、うん、さあ本日も視聴者の皆さんからいただいた、はい、クリエイティブミッションを一つ紹介しながら攻略していきましょう。はい、勝手に、勝手にやるわけですけどね。勝手にいきます、はい、皆さんいつもね、投稿ありがとうございます。ありがとうございます。ということで本日ゴージャスさんに挑戦していただきたいのは、こちらのクリエイティブミッション5体のユニコーンでございます。はい、さあ投稿いただきました、次元世界を渡る者さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ストーリーとしてですね、緊急ミッション別次元で5体のユニコーンを確認、うん、これを撃破せよ、そして注意かなり難しいと思います多分ということで、クリア率 15% 相当難易度高いとは思いますが、うん、頑張っていただきたいですね。いいでしょう。はい、ありがとうございます。ちなみにゴージャスさん、ルールを説明いたします。はい、今回のルールはモード倍率、格闘倍率、射撃倍率、物理倍率、ビーム倍率、スキル倍率、うん、通常攻撃倍率、全てが 20% になってます。あら、だから全体的に通りにくいですね。通りにくい、はい、そうか。ただ属性ダメージ倍率が 500% あら、ということは有利属性に対してはすごく攻撃が通るようにはなってます、うん、へー、はい、面白い。ただこう見ていただいて分かる通り、敵はですねバランスよく属性が分かれていますの で、うん、で今回小隊編成3体でいけますので、3体ともバランスよく属性が違う方が攻略しやすいんじゃないかなと、うん、なるほど、思いますね、はい、どれが有利属性か当てなきゃいけないんだ。そうですね、的確に攻撃していきたいところではありますね、うんうんうん、ちなみにチャージスピード倍率も 500% ですので、うん、EX スキルはすごく溜まりやすいです。おお、はい、おー、じゃあバンバンいっちゃっていいってことねはい、回復が、うん、そうですね、回復機体がねあるだけでもだいぶ有利になるんじゃないでしょうか。カスタムスキル何個 15まであるの。そうだよやっぱすごいですね、どんな場面でも対応できるようにということですね。すごい、ゴージャスさん、すごい、15パターンあるんだ、はい、よし、これでいきましょう。はい、ありがとうございます。さあ、それでは準備ができた模様です。はい、ではゴージャスさん挑んでいただきましょう。よろしくお願いいたします。私も行きます。はい、さあ、それで直介さんも、はい、この顔面には出てませんが挑戦していただきたいと思います。はい、お願いいたします。頑張れで、行きます。久しぶりに聞いた全力全力だ、よっしゃ。さあ始まりました。さあハロがユニコーン守る、ユニコーン守るということですね。ハロ迫ってまいります。やばい、こいつじゃない。さあ、そしてハロはもうガンガン EX スキル打ってきますから。ほんとだー、はい、ガンガン来る
やばいやばい逃げろ逃げろ、あ、当たった、大丈夫、ユニコーンを守るために全力です。え、ハローがラストシュート、あー、そうです、ハローラストシューティング打ってきますよ、はい、やばい、負けじと、やばい、あ、いや、どれを打っていいか分からんな、これ、まあ、EX スキル、ランドセンサー、テールブレードも飛び出しました、ほらガンガン食い、ガンガン来るぞ。どうなってくるか分かんないな、これ。ガンガン打ってくる。さあ、ハロの猛攻がすごいですね。ちょっとこっちもガンガン打たないと。こいつじゃないのか、こいつ OK。さあ、ハロ一体いけんじゃん。やばいやばいやばい。やばくはない、大丈夫。おーおーおーおお。はい、変えて。変えました。ちょっと、ちょっと、ちょっと。変えてね、変えてね。はい、はい、入れます。そうですね。的確に優位な属性で戦っていた方が、いいですね。今あの切り替えもできますから。そうだそうだ。ターゲットを切り替え、あ、いただきます。操作機を切り替え、有利属性で戦っていただきたい。どれがいいかわかんない。見えないですこいつ。さあ、あと後ろからラストシューティング。やばい。やばい。落ちた。やばい。あーっと切り離しまった。マジ。テルブレード祭り。やばい。回復もいなかったなこれ。あー、なるほど。回復機が今倒されてしまったんですね。そうなるともう見えない、ちょっとちょっと演出が演出勝ったでしょうが、ハロ本気です。5体のユニコーンって言ってますから、ユニコーンがね5体出てくると思うんですけどね。そうか、まだまだ1体目に出会えてない状態で、このハロの強さ知ってもちっちゃくんじゃないよ。なんか個性がありますね、ハロに。かつ個性ありますね、しっかりそれぞれ作り込んでいただきます。すごい合ってないな、これ。だ向こうのが有利っぽいですね。属性合ってないですね。こいつも合ってないんだよ、これ。これはちょっと、だいぶんと分が悪いですね。ダメージはね、与えてるんです。ダメージはね、もう与えてるんですけども、ラストシューティングを打たれると回復してるんですよね。ラストシューティングを防止したいんですが、もう一体が、猛攻を仕掛けてくるので。オッケー。どうした、どうした、高く散りました。ラナスケさんも突破できずと、いや、でもね、相当難しいですね。こっちの攻撃もあっちの攻撃も通らないし。そうだって、時間切れになってしまうとね、これミッション失敗になってしまうので。あと6分もこの状態。ああ、ちょっと自分の期待で守らないといけないから。なすすべなし、なすすべなし、地味にちょっとずつ減らして頑張れ、相当難しいですね。頑張れ頑張れ。どっちが何属性で来たと思います？全然わからん。そんなの考えられない。あーとここで残念ながら敗退になりました。いや、これは難しかったですね。すごい、ほんとに、はい、疲れた。強すぎて疲れた、ほんとに。うわ、でもすごいな。ちょっと皆さんもぜひともやっていただいて、はい、これはちょっとゴージャスさん、ナースケさんの敵をね、打てるという方ぜひ挑戦してみてください、はい、お願いします。はい、ということで5体のユニコーン、次元を渡る者さんですね、はい、あ、ごめんなさい、次元世界を渡る者さん、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、引き続きこのようなクリエイティブミッションを募集しております、はい、ぜひ皆さん動画のコメント欄にですね、うん、感想とともに、ね、コメントと ID、うん、書いていただければこちらで挑戦させていただきますので、うん、はい、ぜひご投稿ください、はい、Twitter の方でもですね、ご投稿いただければこちらで探させていただきます、うん、その場合はハッシュタグ今日のミッションクリエイトと入れていただければ探しやすいので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします、はい、君のオレガンをボコボコにしてあげるよ。エンディングの時間でございます。オケちゃんから、はい、ではこちらの方でお知らせさせていただきます、はいはい、ガンダムブレイカーモバイルはですね9月15日にバージョン 3.1 のアップデートが行われました。イエーイ、はい、おめでとうございます。こちら新たにリーグ制が導入されました、うん、アリーナ3-on-3をはじめ AI パイロットをさらに強化できる AI の証などが実装されております、うん、その他ミッションクリエイトやオペレーターベースカスタムアビリティにもリファインが入りまして、うん、より遊びやすくなっております。はい、また、バージョン 3.1 アップデートを記念した豪華なキャンペーンも多数実施中でございます、うん、さあぜひガンブレをプレイしてみてください、はい、となるとですね、これからちょっと始めてみたいなという方、うん、
ちょっと休んでたけどねやってみたいなっていう方出てくると思います、うん、そんな方々にも朗報がございます。初心者応援スペシャルログインボーナスやカムバックスペシャルログインボーナス開催されておりますので、お得にゲームを始められる今が大チャンス、これを機にガンブレをぜひ始めてみてください。はい、お願いします。ということでガンダムダイカバトローグもね、はいはい、盛り上がってくれると思いますので ね、 そうですね、それに乗っかって、はい、我々のホレガンも近い作に期待して、はい、期待したいですね、期待したい、よろしくお願いします。お願いします、うん、ね、すごい見てる、お願いします。画面の先の誰かを見ていた、これもこれもでもね、皆さんね、ガンダムブレイカーモバイルの方はですね、はい、盛り上がっていけばいいと思いますので、うん、ダウンロードをまずしていただいて、うん、してない方は、うん、君だぞ、うん、携帯出して出して携帯出して、そう開いて、うん、アプリ出せるやつ、うん、ガンブレイって言って、うんうん、出たダウンロード、うん、できたじゃん、よかった共感、よかった、はい、一緒に遊んでいきました。はい、ということで本日ここまででございます。また次回お会いしましょう。バイバーイ。なんかあるなんかある次回作もしね、はい、出るとしたらどういう立ち位置がいいですか。やっぱねガンダムといったら、ね、うん、シャアとかね、うん、あ、はいはい、まあ他の作品で言うとね、うんうん、ゼクスとかね、はい、マスクの男ですよ。おー、マスクの男という立ち位置非常に欲しいです。欲しいマスクですかこれに、はい、でこれにマスク、うん、どこから、あ、ここのマスクか、違います、バーズで仮面の男の方が、はい、まあ、台無しだよ。そのマスクの男は台無しですね。ご時世じゃねえよ。そういうことじゃねえんだよ。そうですね、あとすぐ分かるし。なんだそれ。